今日も暑くなりそうだな。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティマンチャンネルへようこそということでね。そうですね、そう、このチャンネルは世界を滅ぼすためのために頑張るね、世界のすべてを憎むすべての絶望に瀕している悲しみに暮れている人々と寄り添っていく世界最低の優しいチャンネルです。さてね、今日はそうパラリンピックに出たいですね。オリンピックの後にやるね、障害者を集めたねオリンピックですね。パラリンピックに出たいです、3年ぶり第2弾をお送りします。そう、資格はあるんですよ。こう見えてもね、私も障害者ですからね、金が稼げない障害、恋人ができない障害、アレルギー、アデノイドなどたくさんの障害を抱えて苦しんでいます。そう、しかし今回ね、パリのオリンピック、パラリンピックはね、野球がない、ソフトボールもないですから、私そうですね、足の速さにはちょっとした自信があるのでね、そう、高校時代ね、そう、野球で盗塁王でしたからね、野球部内においてはね、そう、2番バッターでね、小技をいくらでも使えるね、非常にね、ユーティリティなね、プレイヤーだったのでね、もう当然、ね、足速かったですよ。それは昔からそうなんですけどね、そう、だもんで、100メートル走とか400メートル走とかのね、短距離とかね、に出場したいと思います。とにかくパラリンピックに出たいのでね、どうか出させてください。そう、社会に無視される障害一級ですからね、そう、このチャンネルもね、3年ちょっとやって、340本の動画を上げてね、ね、110数人しかね登録者いないですから、社会に無視されてますね、頭にきますね。そう、すごくいいこと、ものすごくいいことを言ってる、ものすごくねためになる、そう、またはね、こう社会から虐げられた人のね悲しみや怒りをね非常に増幅させて共感を呼ぶね、いいことを言ってるんですよ。ね、おかしい。そう。あとはやっぱり労働が苦痛、そう、労働に向いてないのに労働から逃れられない、略して労働が苦痛な、労働障害ですね。労働障害も負ってますから、もうこれも一級ですよね。そう。ぜひね。出させていただければ絶対 金メダル取りますから ね、大丈夫です。運動神経だけはね自信がありますよ。そう、そもそも人生が全然うまくいかなかった障害、略して人生障害を負ってますからね。そう、人生障害一級ですからね。さまざまなね、あと貧困から逃れられない障害、略して貧困障害でもあります。これも一級ですね。すごい。資格。なんでしょう、パラリンピックに出る資格いっぱいありますよ。ね。大体パラリンピックの人たちってすごい元気ですよね。話は変わりますけど。何なんでしょうね。羨ましいですよね。いろんな、ね。器具を装着してね、トレーニングとかね、ああいうお金は一体どこから出てくるんでしょうね。夏の
パラリンピックも冬のパラリンピックもありますけどね、羨ましいですよね。そうね、そうスキーとかね、スノボとかもありますよね。あれどこかね、あれ楽しそうですよね。ぜひねパラリンピックに出させてください、ね、資格はありますんでね、いいですよね。私ね、先ほども申したように労働が苦痛な障害、労働障害、恋人ができない障害、恋人障害ね、金が稼げない貧困障害とかね、いろいろね、一級社会に無視される障害、無視社会、無視障害一級ですけれどね、何のサポートもないですよ。そう、何のサポートもない、ね、パラリンピックに出る人たちいいですよね、いっぱいサポートされますよね、あれ羨ましいですよね。私いろんないろんな障害をね、こう両手にいっぱい抱えているのにね、全然あれですよ、サポートがないですよ。社会の皆さん、国家、世界ね、どうなってるんですか。日本だけじゃない、世界、ワールド、アンチワールドね、許しがたいですね。滅ぼしましょう、こんな世界は ね、 本当にね、そうだもんでね、そう私はそうパラリンピックに出たいな、そうぶっちぎりでね、ぶっちぎりでね、金メダル取ってやりますよ。5個か6個ぐらい取ってやりますよね。任せてください。パラリンピックのエースになってやろうと思いますよね。そう、うん、障害の数が違いますよね。貧困障害でしょ、ね、恋人ができない障害、略して恋人障害、ね、アレルギー、アデノイドの何でしょう、地位牛障害、ね、そう労働が苦痛な障害、労働障害、ね、社会に無視される社会無視障害、そして人生がちっともうまくいかない、略して人生障害、ね、少なくとも6つの障害で私は一級ですからね、負けませんよ。そう、負けません。そう、あと何でしょうね、なんだろうな、うん、そう、まあそれぐらいですかね、障害は。まあでもいろいろありますよ、まだまだね、私の中にはいるのはいろんな障害がありますよね。そう、きっとあるはず。そう、まあ、神様に嫌われてる障害、略して神障害ですね。これ7つ目ですね。あるよね。そう、まあそのぐらいかな、ね、いろんなね、障害で苦しんできた人生ですね。皆さんもね、いろんな障害を負っていると思いますけれどもね、大丈夫、いつもそばにネガティブマンがいますよ、寄り添ってますよ。そうね、いろんな人間や神様がね、見放しているような人間でも私は見放しませんね、いつもそばにいますよ、寄り添ってますよ。ということでね、まあね、パラリンピックに出たいというね、3年ぶり2回目のね、第2弾の動画をお送りいたしました。それではよろしければチャンネル登録いいねボタンを押していただければね、この社会や世界を滅ぼすね、励みになります。それでは恒例のじゃんけんもいたしましょうね。じゃんけんポン。
ということでね、明日にも今日にも世界が本当に滅びますことをお祈りしてお別れいたします。ネガティブマンでした。またお会いいたしましょう。